コリアーク管区は、ロシア連邦局と連邦管区カムチャツカ地方の管区。行政の中心はパラナ。ソ連時代の名称はコリアーク民族管区。その後は、カムチャツカ州に属しながらも、別個の連邦構成主体である、自治管区、コリアーク自治管区、公約スキー・アベトノンにオークルーグとなった。2007年、カムチャツカ州との合併により、連邦構成主体ではない管区となった。 人口は、ロシア連邦の行政単位の中で2番目に少ない。この地域は、カムチャツカ時間を使用している。時差は、アトックプラス12時間で、夏時間はない。2010年3月28日までは、カムチャツカ時間を使用し、時差は通常は、アトックプラス12時間、カ時間は、アトックプラス13時間であったが、ドミートリー・メドベージェフ政権による、 国内時間帯の削減策により、マガダン実感に統合された。2011年には、従来のマガダン夏時間が通年で適用されるようになった。2014年に、再び標準時の変更が行われ、この地域は、カムチャツカ時間が適用されるようになった。カムチャツカ半島の北半分を占める、半島の東に位置するカラギン島を含む、北は、 宿地自治管区と隣り合う。東は太平洋、西はオホーツク海に面する。行政の中心であるパラナはモスクワから 12,866km。亜寒帯気候。1月の平均気温はマイナス24度からマイナス26度。7月の平均気温はプラス10度からプラス14度。年間の降水量は300ミリメートルから700ミリメートル。 住民の62.0%がロシア人。その他、この地域の先住民族以外では、ウクライナ人、タタール人、ベラルーシ人など、この地域の先住民族が住民の約4分の1を占める。17世紀半ばにカムチャツカ半島北部でロシア人とコリアーク人の接触があった。1930年に民族管区として設けられた。現在も、 都市と呼べるほどの規模の地域はない。漁業、木材加工、トナカイの飼育など、ありがとうございます。